木材を運ぶときは必ず軍手をしてください。怪我をしちゃうと大変ですから。あ、はい、ごめんね。あれ、軍手ってどこにあるんだっけ。あー、そうしたらあやさんは床に新聞紙を広げてくれますか。その上で作業しますんで。了解。新聞紙はと、ゆきなさん、立ちバサミの先の部分を机から離さないようにすると切りやすいです。ハサミの先を机から離さない、こんな感じかしら。はい、あとはハサミを閉じ切らないで真ん中の部分で切ってみてください。生地を切るだけでもなかなか難しいものね。慣れれば簡単にできるようになります。一着でもこんなに大変だったのね。今まで全然知らなかったわ。私もあこちゃんもいつも楽しんでます。それにロゼリアのためだから。今度やるときは私も手伝わせてくれるかしら。はい、もちろんです。お二人ともお疲れ様です。何か必要なものありますか。もしあったら自分持ってきますけど。大丈夫です、ありがとうございます。結局他の衣装も手直ししてもらうことになってしまって、なんか本当に申し訳ありません。いえ、ゆきなさんや丸山さん、部員の皆さんも一緒ですし、今役者陣は打ち合わせ中なので、もうしばらくしたらカオルさんたちも合流してくれますよ。はい、わかりました。リンコは瀬田さんのことあまり怖くなくなったようね。そういえばそうですね。ねえマヤちゃん、見て見て、床に新聞紙敷けたよ。おお、隙間一つありませんね。さすがあやさん、お見事です。本当に。他にはどこに新聞紙敷いたらいいかな。新聞紙はとりあえず大丈夫そうですね。新聞紙が必要になったらいつでも言ってね。頼りにしてます。あ、そういえば白金さん、この前カオルさんが言ってた王子の衣装の修正ですけど、あれは。あれはまだです。デザインはしたんですけど何か足りない気がして。きつかったら無理しないでくださいね。自分が何とかしますんで。はい。そういうマヤちゃんもあんまり無理しちゃダメだよ。授業受けて演劇の準備してレッスンもやって、ちゃんとお休みも入れないとダメだからね。ありがとうございますあやさん。けど自分は大丈夫ですよ。この苦労が楽しいんです。苦労が楽しい。かのシェイクスピアもこう言っているよ。楽しんでやる苦労は苦痛を癒すものだとね。あ、カオルさん。さすがはシェイクスピア、見事な洞察だね。私もすごくわかります。舞台の表側で輝く人たちを裏側から支えられることが嬉しいっていうか、ロゼリアで演奏している時の気持ちととても似ています。お、それ自分も同じです。自分もパスパレで演奏している時はそんな気持ちですよ。え、それってどういうこと。バンドの時はマヤちゃんもリンコちゃんも表側の人だよね。まあそれはそうなんですけど、あくまで心持ちとしてって感じですかね。よくわからないよ、どういうこと。あやさんはわからなくていいんですって。それじゃあ役者陣も合流したんで、そろそろ装置の叩きを始めましょう。はい。床を汚さないように作業は新聞紙の上でお願いします。新聞紙は私が敷いたんだよ。素晴らしいねアヤ、
これほどまで美しく敷かれた新聞紙を私は今まで見たことないよ。そんなに褒められると照れちゃうよ。けどそんなこと言ってもらえたら張り切らないとね。ああ、白金さんと湊さんは引き続き衣装の方をお願いしますね。わかりました。ねえマヤちゃん、装置作りってここを釘で打てばいいのかな。あ、アヤさんは殴り使わないでいいですから。怪我しちゃったら大変なんで。アヤさんは装置にペンキを塗っていただけますか。ペンキを塗るのは分かったんだけど、殴り？殴りってもしかしたらそれじゃないかしら。丸山さんが今手に持っているトンカチ？あ、そっか、確かに殴りって感じする。おお、皆さん分かってきましたね。殴りはトンカチで合ってますよ。あ、やったー。なんか裏方って感じだよね。殴りはトンカチだ。これでよし。それでは皆さん、それぞれの作業よろしくお願いします。